丈夫？今カメラ回ってるけど。いい？あ、本名言わないでね。これ YouTube 出すから。お願いしますよ、マジで。あ、今日は、私が、通っていた出身中学、東山中学校の50期生同窓会を、やります。で、みんな今地元の友達集まってるんですけど、その中でちょっと動画撮影してみようかなと思って今カメラ回してます。頼むよ、みんな。頼むからね、本当に。ということで、じゃあ、乾杯しましょうか。あ、みんな大丈夫？もうお酒用意してる？はい、そしたら、みんな今から乾杯してきます。え、映んない？映らないの？え、ちょっとか、あ、いいけど別にモザイク処理大変だから、じゃあ、とりあえずはい、行きます。おーおーおー、ちょっと自分で開けてよねえ、もうなんでか、あ、カメラ映りたくないからわかるけどさ、はいはいはい。え、ねえ、ゆき、ちょっとゆきもさ、なんでそんな映りたくないの？みんななんかカメラ映りたくないみたいな。確かに分かるけど、その気持ち。うわー、おーい、大丈夫だよ、ごめん。はい、じゃあ、じゃあ乾杯しましょう。みんな、じゃあ片手に、ビールをお持ちください。東山中50期生同窓会乾杯。おー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 おい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 、あー、ゆきごめんちょっと、これなんかおしぼりもらってくない、店員さんに。あー、ごめん、はい、なんだ。今何やってんの？すごいね、健康で当たれてんだ。あ、ちょっと、じゃあ一回視聴者さんにも、今みんなと飲んでんですけど、なんかこんな感じであまりみんな顔を出したくないみたい。まあ、そうですよね、 YouTube 自分の顔さらすわけですから、それは怖いわ。やっぱ髪の毛が、じゃあ映る？ケント映る？大丈夫？うん、ね、なんで、ま、なんかごめんなさい、なんかせっかく呼んだのに。ちょっとやめてって、びっくったね、やめてよ。いや、もう中学生じゃないからね、うちら。もうなんかみんなこうやって集まるとその時のノリで来るから、なんかいきなり過ぎてちょっと。飲んでる？あー、倒れてんじゃん。ちょっと、あー、ちょっと、タイ、もうしっかりしてよ。え、何？あ、後輩も来んの？え、本当にうちがこの姿になって知ってる？え、知らないじゃん。大丈夫？いきなりだけど、びっくりしちゃうんじゃない？ね。いいけど別に。おー、なんでここにしたの？あー、なるほどね。養老の滝予約したのに、なんか人数後輩も来るからなんか予約できなかったみたい。確か40人くらいだよね。あー、そうだよね。おいしい。飲んでないじゃん。もうじゃ飲まなきゃ。久しぶりなんだよ。おお、じゃあずるずる、もう一回もう一回。ういし。てかさ、うちら
聴者さん、あそこに他の通行人の方がいるんですけど、うちらめっちゃ恥ずかしいね。普通に見られてるよ。うん、トンボがいる。うわ、びっくりした。私が飲んでるのこれ、これあれはこれはレッドブル。レッドブルね、これあれですかね、あの焼酎割ってますからね。そんなもう見くびらない。いや違うから、これ焼酎割ってるから。なんで？でね、え何？何これ、ハッピーバースデーディアオキ、ありがとう、マジで。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。やばっ、本当みんなありがとう。何これ、しかも名前が、しかもうちの本名じゃなくて、何、青木くんって書いてんの。みんなありがとう。やばい、泣きそう。ありがとう。おお、じゃあやば、みんななんでこんな カメラ向けんの。じゃあとりあえず服、はい、じゃあ怖い、ろうそく火ついてんだからね。ちょっとやめて、マジで火傷するから。顔が命ですよ。はい、いくよ。ありがとう。やば、27だ。27か。え、もう27だよ。え、ケント、あ、そっか、3月生まれだもんね。この前あれだもんね、26なったばっか。いや、勝ち組じゃんね。あ、4月なんだ。どうし。じゃあね、27歳組でもう一回乾杯します。てか、うちもうないんだけど、どうしよう、おかわり。え、あ、高木、あのこれもう一回、あの同じやつ、うん、お願い。ごめん、ちょっと、あとで一回飲もう。久しぶり。ああ、そう、うちの部活やってた時のスコアラーの後輩。やばっ、え、元気ってか、めっちゃ変わった。うわ、てか髪の毛やべ、ごめんね、ちょっと待って。え、髪の毛やばっ。え、めっちゃ変わった。武田さんめっちゃ変わってんじゃん。いや、めっちゃ綺麗になってる。あ、そうなんだ、大学院。何あんの。え、お医者さん目指してんだって。すごいね。じゃあ今も学生か。いいね、学生っていいよね。うち、あの中退してるからさ、そういうあの学生気分とかもなんか味わいたくても味わえないっていうか、まあ、自分からね、あのドロップアウトした人間なんで。あ、とりあえず後で乾杯しよう。ほい。新しいのね。はい、そしたらもう一回ポンポンします。あ、あるね。はい、あ、りょうた久しぶり。いや、全然分かんなかった、きつくなかったって。え、でも何人ぐらい。50人ぐらいか。え、全然気づかなかった。てか、めっちゃ変わった。あの、いい意味でね。
たまにさ、なんか全然変わんないよって、いやいや、変わったって言ってほしいじゃん、みんな。めっちゃ変わった。ドレスコンバ、おー、早い早い。コンバ、イェーイ、楽しんで人生を謳歌しましょうということで、またねー。